亀巨城は、広島県大竹市商法にある日本の城跡。1600年の関ヶ原の戦い後に、秋国に入った福島正則が、長渡国、須王国の毛利氏への抑えとして築城した平山城である、大竹市指定史跡。関ヶ原の戦いにより、福島正則は、秋国へと違法され、広島城に入った。 関ヶ原の戦いに敗れたとはいえ、毛利氏は、長戸国、巣王国三十六万国を領し、徳川氏と豊臣氏の争いもまだ決着を見ていない、不穏な状況であった。そのため毛利氏の上方への侵攻を防ぐために、秋国西部に城を作ることとなった。1603年に、山陽道を抑える用地に築城が開始され、5年もの、歳月をかけて、 非常に巨大な剣城として完成した。城主になる予定だった福島正則の甥い、福島正信は前年に死去しており、山田小右衛門と森佐助の両名が城代として城に入った。豊臣市と徳川市の軍事的衝突の危機が高まると、豊臣温湖の福島市への徳川市の圧力が非常に強くなり、生息は 徳川氏の意向に従うこととなった。結局、亀居城は完成よりわずか3年後の1611年に破却され、その役目を終えた。天守や主要な建造物は撤去され、城地はそのまま荒れるに任され草木に渦も入れていった。しかし1977年に発掘調査がなされ、徐々に修復が進み亀井公園として整備された。 1983年11月4日に死の史跡となり、現在は桜の名所として市民に親しまれている。標高88メートルの山上に築かれた平山城で、追記当時は本丸、二の丸、三の丸、優の丸等のクルワを備え、江戸時代の資料によるとその面積は10ヘクタールに及んだとされる。現在は海から多少離れた位置にあるが、 追記当時は海に面して、港を備え、山陽道を城内に取り込む構造となっていた。その追記手法は朝鮮出兵時の和城と共通点がある。広島城の史上としては非常に巨大な県城であったため、それが徳川家康の疑念を招き、福島市の没落の一因となった。ありがとうございます。